一の一人船。さあ始まりました、ういちの一人船のお時間でございます。今回は福岡県は北九州市にございますボートレース若松にお邪魔しての、ナイター2乗目ということになります。ご覧ください。この番組はパチロライターのういちが全国24カ所のボートレース場で勝負しながらその場の見どころや名物を楽しく紹介していく番組です。7乗目となる今回はボートレース若松でナイター戦に挑戦していきます。さあ5レース進入固定となっておりまして、1号艇に都築選手が乗るレースなんですが、その前にねびっくりしたんだけど、福岡限定と書かれてるんですがフォーメーション投票ができるっていうね。普通一般的にボートレースっていうのは流しのマークカードを使ってもですね、どっかしらは1個しか塗れません。だから例えば、1着1ってやったら1全全っていうのはできる、1、2、3、4全とかもできる。だけど1と2が1着で、2、3、4全とかっていうふうには一般的にできないんですよ。どっかしらを1個しか塗れませんっていうのが基本なのに、福岡県だけはフォーメーション投票ができるっていうね。だから、1着に例えば1と2、2着に2、3、4で3着に全とかそういう買い方ができるっていうのにちょっと驚かされたんですが、まあ便利は便利だよねっていうことでね。さあそれで進入固定のこのレースなんですが、1号艇2号艇そして4号艇に A2 の選手が乗っている。まあ A2 とはいえ2号艇はあの太田和美でございますね。まあいずれまたすぐ A1 に戻ってくるだろうという現在の、全国勝率も 6.98 ですからね。この3選手以外の3号艇、5号艇、6号艇の選手が、まあ、B1 ということでね、どうなのかな。もう僕は 1,2,4 ボックスでいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。 2,1,4,3.4 倍。 3.4 倍一番人気 2,1,4,3.4 倍。そんな3連単あるの？確かにね、節間の成績見てももう太田和美ズバ抜けてるんですよ。3-1-1-1-4-2-1。そう考えると僕は4角から原選手が一まくりするのにかけたいかな。あと5-6もね、まあまあ成績良さげなんですよね。ちょっと絞って買いたいと思います。4号艇の原選手から多分行くと思います。この原選手からの宣言通り4-1の、は？何これ、4-1-1-2って何これ。フォーメーションカードだからこんな表記になってますけど、単純に僕の塗りミスですね。4-1-2-1-2にしたつもりだったんだ。やべえ、買い足さなきゃ。4-1-2-1-2にして1000円ずつ買う予定です。まあつまり4-1-2と4-2-1ですねを1000円ずつ。それから4-1-2の3着5-6、これを500円ずつ買いました。だから合計で4000円になる予定です。今3000円しか使ってないですが、4-2-1を買い足します。で、2-4もちょっとオッズを見たい。2-4-5-6はちょっと買っとこう。これ500円ずつか。塗りミスで買い足したのが4-2-1の1000円。フォーメーションで買ったんですね。マークカードがフォーメーションのカードを入れるとこのフォーメーションっていうのが出ちゃうんだね。
でそれと、太田和美選手からの 2-4 の 5-6 ですね。これは結構ついてた、500円ずつ合計結局5000円いってしまいました。オッズが高めの 2-4-5-6、 そして4号艇原選手を頭に 1-2 を絡めて勝負。果たして結果は。結局組み合わせ的には1着4からは2着が 1-2 で3着が 1-2-5-6 というものと 2-4 の3着 5-6。 進入固定です。さあ原行けよ、原行けよ。1番2番3番原が4番5番6番です。全然行けてない。はい、行けてない。こうなると太田うわぁ、1-2 じゃねえの。出たー、これならよし。いや、でも逆に 1-2-5-6 だけ買うっていうのありだったのか。トップで旋回する1号艇の続き、2号艇の太田の手には全く届きません。それはありでした。1号艇の続きは先頭です。それこそ上手な買い方だ。1番、2番、5番で間もなくゴール。そうか、1番ゴール、2番ゴール、ここで食い違いだよ。まあでも5000円で頑張った、こらえた。若松の初戦は当てることができず残念。それではここでボートレース若松のおすすめスポットをご紹介。さあ、正面の入り口を入りましてすぐ右手にありますのがこちら、植木道彦記念館でございます。早速入ってみたいと思います。植木道彦選手というね、超偉大な選手がいらっしゃいまして、現在はボートレースアンバサダーというね、まあなんかすごい役職に就かれている方なんですが、賞金王にも3回なってる人ですね。まあその当時現役時代は僕知らないですけども、その植木選手の地元ボートレース若松ということでね、こういう記念館があるわけでございます。デビューしてね3年目だったかな、に大事故を起こしまして、まあ転覆した後に後続の艇にねガシャガシャッとやられて顔を75針縫う怪我をされてね、手術をしてる最中にお医者さんの声がね、これが鼻かな、これまぶたかなって言ってるのが実際縫われてる時に聞こえてきた。それぐらいのすごい事故をもうデビューして3年で経験して、そこから復活してフェニックス不死鳥というまあニックネームがついたというのがこの植木道彦さんだということなんですね。その植木選手の、いろんな数々の、これ SG のカップですね、5回目の競艇王チャレンジカップか。すごいすごい、植木道彦出演映像、懐かしの出演 CM、 あ、上のテレビでご覧ください。やべえ、な流れた。超絶シュール。いろいろ見られるみたいですね。あ、サインも入ってんだ。2007年って引退した年ぐらい。引退セレモニーボードだって、これ実際引退セレモニーで使ったやつなんですね。すごくないこれ。当番3285植木、実際に現役時代に使用していたヘルメットを忠実に再現した、装着して記念撮影などにご利用くださいということで、一応やっとかないといけないやつですよね、これね。
まあ、あのいろいろ知ってきたらこういうとこ来るとなんかへえって面白くなると思います。ぜひ、若松に来た時には寄ってみてください。6レースです。川尻選手がインコース、初日に1号艇から09スタートで1着取って、でもねトータルして成績見ると決していいとは言い切れないんだよ。で2コースのダン選手が B2 22歳、2コースから発進しますがおそらくスタートを見えてないのでへこむと思うんだ。そうなるともう3コース木下翔太選手がズバッとまくり出しておしまいじゃないかな。だからもう1331でこれ大丈夫でしょうね。1356が今のところ一番人気で8倍台なんですが、そっちを買うんだったらもう1356 2点に絞んなきゃいけないなとちょっと思いながら、まあ、でも2点に絞ってがっつり入れればいいんだけどね、その勇気は僕にはないんですよやっぱり。でその後にじゃあ次ってなると3156なんですけども、3156の2点を買うとまあそれでもまあ9倍とかですよ。316で3番人気ぐらいかで、そこから3516と3615も買い足しての3156156で6000円。3号艇木下選手を頭に156と絞って購入、果たして結果は。さあ3の156156でございます。鋭い絞りですね。予選第6レース、まさに3-3-2コースから1番2番3番4番5番6番です。よし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 よ6番の大沢慎二、バックスレッジ、3番の大沢慎二、36になるよね、刺すよね、余裕で。そう、綺麗に、ナイス、はい、で、3着がないけど、持ってないけど、4は。364はない、頑張る。ケンしろ、ケン、ケンじゃない、ケンだ。よし、飛ばした。これもファイナルターンマークチャンスしかないよ。ファイナルターンマークチャンス。3番手は4号手の金子義明がキープ。上位体系364で間もなくゴール。先頭3番ゴリン、6番ゴリン。あれ俺何で言ったんだっけ、一人船じゃないの。よほどのことがない限りは3着は流します。一人船です言ったよね、桐生で言ったよね俺ね。あの時の俺に今の俺を殴りに来てほしい。これは痛い。3着を流さずこのレースも外れ。そして現在までの収支がこちら。5レース6レースと外しマイナス11,000円という結果に。ウイチさん反省してますか。今日多分1日これを持ってこれを握りしめてやはり3着は流しておけとタイムマシンでこの時の俺に言いに行きたい。次回もボートレース若松のおすすめスポットをご紹介、お楽しみに。面白い。